ダイビスさんが監督だったら大谷選手どう起用しますかいや、でもこっちに自由があるんやったら、もちろんそ大谷選手が両方やりたいって言ったらもちろん両方ね、好きなようにやってもらうけど、こっちにあの決定権があるんやったら、僕はもうバッターライ,ライトで普通にずっと出てもらいたいかな。うん。まあ、で、それパドレスの人も言ってましたね。なんかこの前なんか誰かと話した時、うん、多分ピッチャーはたまにこう投げる感じで、 基本的にはライトでもう本格的に守備の練習もしてライトでずっと出てほしいって思ってましたね田中正大選手は来年メジャーいやでもね戻ってきてほしいやっぱり正雄がいないのはこう寂しいですね本当にだから帰ってきてほしいですね